なんか物騒じゃないこのフォールガイズと思ったらこれフォールダイズやということで、今回はフォールガイズのちょっとオマージュ的な作品をね遊んでいこうかと思います。これ音鳴ってますか？鳴ってませんよね。これ BGM ない。おー、あーやっぱりそこに BGM はやっぱり流さないんだね。まあ掛け声みたいなところね、ほーって言ってる可能性があるんで、もしかしたら、まあ、作者の方が自分で入れてるという可能性があるので、さあ一体どんな感じなのか。うん、音は聞いたことある。はい、何でしたこれ。すごいなんかフォールガイズっぽいけどね。うん、なんかちょっと狂ってるもん数値が。え、なんか何ててめっちゃなんか、ま、画面ずあーん、あこれなんだ。ここでね入っていく。どうだ、待っていって。オッケーオッケーオッケー、前やつ困ってんね。いいね、チェックポイント。おっとっと、危ない、ぐちゃぐちゃになってる。なにこれ、え、でそっから出んの、上じゃないんだ。あ、ちゃんとチェックポイントがあるから問題ないんだね。オッケー、はい飛んで、あ飛んで、はい飛んで、はいこれオッケー。いやおかしいやろ、え、なに、めちゃくちゃ距離があったから飛べなかったけど。これホールガイズが裁かれてる、ぐちゃぐちゃやん。でもね、ホールガイズが落ちるとこ見せたらこういう裏世界に行く、裏ホールガイズ行くってわけね。オッケー、じゃあ行こうか。え、体が燃えていってる。え、一体どんなギミックがあればああなるんだ。さあ、え、なんもないんだけどこの後。あ、違う、何かある。どこだ、上、あ、なんかよく見るやつ。え、これどうなんの、え、当たらないんだ。当たるんかい。いや、当たって。いや、判定がちょっと分かった。また、あ、次のゲームだもんね。オッケー、じゃこうやっていけるんだ。オッケー、はい。落ちると、あ、消滅だ。存在がなかったことになるフォールガイズってこと、とんでもねえな。オッケー、オッケー、オッケー。はい、飛んで、あー、ホールガイズ無常されてますね、これ。確か本家ホールガイズもね、こういうシーンありますからね。はい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 。あ、いた。待って、痛いです。体が半分に裂けるということは、とても痛いことなんです。オッケー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 。はい。来るんじゃない？いや、一回だけ？なになになにこれ？え？いや、なんかあったな。あ、こういう感じだったんだ。オッケーオッケー。なんかさ、あの、すいません、なんかこう、カバンを下ろす瞬間さ、めっちゃ殺意こもってない？はい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 、オッケーオッケーオッケー。え、なに、ほーんほーんほーんはーん、この先だよね。いや、むずい！ちょっと、いや、本編に、あれがついたら、俺、クリアできないぐらい難しいとこある。あ、ここはね、はいはいはい。ああ、危ない危ない。間違えてジャンプをしてしまった。OK？ はい。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 OK。OK。オッケー、はい、オッケー、はい、え、なんだ、ここはどこなんだ、え、大丈夫なのかこれは、はい、テンテテテンテテテ、お、なんだこれ、え、あ、油断したら行っちゃうってこと、いやー、皆さんもゴールしたと油断しない方がいいかもしれませんね。いやー、やっぱり落ちた後に待ってるのは完全死の世界でしたが、皆さんはポールガイスを行った時にこの世界に落ちてしまうように気をつけください。それではまたよかったら見てください。ミントスでした。またね、バイバイ。よければチャンネル登録もお願いします。 See you。